はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。暑い8月の1日になりました。はい、カレンダーめくらなかれ8月の1日は月曜日でございまして、今週はずっと暑いはずですね。最近ね、手先がうまいこと動かへんね。よいしょ、月曜日でございますね。はい、なんとこの部屋ですね、カレンダーの横に温度計があるんですけど、31度は優に超えてますね。千代田区は33度だそうです。もう今日はこの後すぐに冷房ですね。11時45分になりまして、全場終わっております。日経平均プラス131、ちょい上がりですね。注目のドル円、まあ、また132円台に戻ってますよこれ。なんかね、アメリカの景気が、まあ、そんなに良くないというふうに見て、2期連続の赤字ですね。だから今後ですね、利上げ、金融引き締めが抑制されるんちゃうかという観測ですね。ほんまかと思いますけど、8月はないんですよ、FOMC。次9月で、そこで 0.5 なんか 0.75 なんかということになってくるよね。まあ、それを8月の間にゆっくり観察しながら織り込んでいくということになっていこうかと思います。まだ月曜日でございまして、大きな動きはございませんね。香港、いや、大きな動きあるやん。マイナス208ポイントですか。で、2万割りました。あかんやん。今私は香港のこの香港反戦が一番中国の景気を表すんちゃうかなと思ってるんですけどね。その他は大きい、原油 97.42、いまいちですね。注目のドルウォンでございます。キャンキャン動いてますね。1303.98 というところですね。これはなんかキャンキャンとした動きになってます。そうですね、円が高いんでウォンもそれなりにこう動いていいという動きでしょうね。さて、そのウォンの国ですね。中央日報でございます。今日の記事かな。韓国外交部、強制徴用解決策に努力中、最高裁に意見書提出というところでございまして、ちょっと読んでいきましょうか。強制徴用問題の外交的解決法を模索中の韓国外交部が先月26日、大法院括弧最高裁に意見書を提出した。呼びるのみたい。外交部当局者は31日、政府は日本との外交協議を続けていて、官民協議会等を通じて強制徴用被害者をはじめとする国内各界各層の意見を取りまとめるなど多角的な外交的努力を傾けているとし、このような立場を説明する意見書を大法院に提出したと明らかにした。強制徴用問題は韓日両国の外交的事案であることから、政府次元の問題解決プロセスを尊重してほしいという司法自制を要請したといえる。なんか日本には多分こういう制度ない。いわゆる外務省がですね、最高裁に意見書を出す、個々の判断、個々の裁判について意見書を求められたら出すでしょうけども、でも普通民民の場合は出しませんね。というか求められないでしょうし、そう軽々しく出さないでしょうね。何の意味があるんやろと思うんですよこれね、そもそも。一つはね、私の勝手な想像ですよ、勝手な想像、一つは今後もあの手の判決出さんといてということですね。一つはね、頼むでもあんたらという。その、2018年の10月に出たんですけども、今から言うたら4年前ですね。同種の訴訟がいっぱいあるんですよ。同種の訴訟で、同じように日本側の責任を認めた判決は今のところないと思うんですが、あんのかな。最後みんな最高裁行きますから頼むでというのが一つでしょうね。でもう一つはですね、多分その
今差し押さえで現金化ということになっている日本企業の資産をですね現金化されるの期日が迫っていて、8月とも9月とも言われてますけどもそれについて政府は何かですね策を考えているわけですね。つまり差し押さえを止める訴訟を起こすとかようわからんけど、なんか強硬策を考えてて、それやった時に変な司法判断せんといてねというそういうことでしょうかね。まあようわかりませんけども、まあまあ今後頼むでというのは一つあると、絶対あると思いますね。今いろんな、ね、動きが報じられているんですけども、日本側の動きはほぼないわけですね、当たり前ですけど向こう側の動きでですねいろんな動きあるんですけど、多分その最高裁判決が大法院判決が動くということはないと思います。でこのまま粛々とですね現金化になれば、日本の記者もですね対応措置を取るでしょうから、またですねその対応処置をに怒り狂ったですね向こうさんがですねボイコットジャパンやノーノージャパン 2.0 っていうのをですね始める可能性があるわけだって、はよしいなとそんなんね、最高裁の判決が出て4年間もね一文ももらえへんね、原告かわいそうやせっかく買ったと思ったのに、その判決の法理には法理を私は法律の理屈ね、は全然承服しかねますけども、買ったと思った原告が1円ももらえないっていうのはですねなんかおかしいやん、お前らそれでも法治国家かみたいな、法治国家か法治国家か法治国家かという、まあ、そういうことですね。ね、前の大統領ムン・ジェインはですねうちは三権分立やからってその裁判所が出した判決に対して政府は何も関係ないでっていう立場を貫いていました。どうするんでしょうね。でユン・ソンニョルさんはわしが大統領になったら全部一括取引で解決できると甘い考えをお持ちだったようでございまして、それが甘くないことが分かってきてですね、最近どないしょどないしょどないしょとでいろんな動きが出てきています。で原告側はまずは謝罪が先やと言ってるわけですね謝罪って判決にあったのかなそんな気がしますけどまあどっちゃんしろですね、現金化されるとすればね今月来月、まあ多分今月ということはないと思います。できるだけ伸ばしたいですからね、ユン・ソンニョル政権は。だからあらゆる手段を使って伸ばしてると思うんですけど、出てきた場合にはですね日本政府も何らかの措置を取るでしょうから、もしかしたらそれが今年中にあるんかも分かりませんね。で水面下でですね日本側はこんなことやんであんなことやんでって向こうをね脅してるはずなんですよ、こんなんやるんちゃうでみたいな、まあ、戦後最悪とはいえね、やっぱしねどっかにルートは残ってるはずなんですよ。だからそのルートを通して、日本はこんなこと考えてんねんでというのをですね伝えてると思うんですね。だからそれがですね向こうを焦らせる要因になってるんちゃうんかな。だから日本のメディアではですねこの記事ほとんど観測的な記事っていうか、向こうでこんなことやったはんでという記事ばっかりですね、日本政府の動きは一切ないわけですね、当たり前ですけど、最近だからやたらとこのニュース関連のニュースをですね向こうのメディアで見ます。各層で焦っていると、なんか不思議なんですよ。ドル本がですね やばいなーっていう気配になると一斉に、通貨スワップ通貨スワップって騒ぎ出すんですよね。で今回一斉にこのいわゆる徴用工問題ですね、ただの応募労働者なんですけども、いわゆる労働者問題、対戦中の労働者問題で向こうのメディアがですね一斉に騒ぎ出してますからですね、なんかもしかしたら本当に現金化というのはですね今月来月まあ来月上下のに行われるのかもしれませんね。はい、ということでこれ特に貼りませんので、
別にそんな大した記事ではございませんけど、中央日報で韓国外交部強制徴用解決策に努力中最高裁に意見書提出というですね、今日の朝6時28分に出ました。向こうさん、お隣さんのメディアですね、中央日報の記事をもとにお話をさせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。